ラーメン食べログシャープ7。今回は浜松市浜北区寺島にある麺屋アモーレさんをご紹介します。ナレーションを担当します、彩香です。早速券売機が映っていますけども、今回はどんなラーメンが出てくるんでしょうか。またマッツンさんのこの角度ですね。楽しみ。また髪直してますお決まりの。いや、そんな1年ぐらいですけど、今どっちかっていうとバリカツオラーメン。なんか店員さんと喋ってる。もう注文したってことですね。来ました。さあ、どんなラーメンなんでしょう。いいですね、また湯気が立ってて早く見たい。見せてお、バリカツオランチセットそぼろ丼付き1050円。わー、美味しそう。今回はちょっとこってり系なのかな。麺じゃないや、スープの感じ的にちょっとこってり系な感じしますね。そしてまたセットということで、またご飯を食べちゃうんですね、一緒にん、何タイム。お水かさあ、いただきます。どんな味なんでしょう。なんかすごい楽しそうじゃないですか、今日マッツンさん好きなのかな。スープからね。美味しい。具を言って、美味しい。渋い顔しますね。また美味しい。今回はちょっと太めな感じなのかな。美味しいですか。やっぱり美味しいと渋い顔ですね。美味しそう。なんかまたご飯食べた後にこれまた撮ってるんですけど、やっぱお腹空いてきちゃいますね。来た、セットのそぼろ丼かな。どんな感じなんだろう。そぼろ丼は、美味しそう。いいですね。なんか実は私ここのアモーレさん2回ぐらい行ったことあるんですけど、そぼろ丼食べたことないな。美味しそう。ちょっとそぼろ丼を置いておいてラーメンを堪能します。いい音。いいですね。美味しそう。バランスよく麺とスープをバランスよく。いいなー、ラーメン。やっぱ麺めっちゃ見せてたね麺めっちゃ見せてくれましたよやっぱラーメン食べログ見てるとラーメン食べたくなるんじゃないですか。だから私も一昨日ぐらいにもラーメン、そんなこと言ってる間にそぼろ丼を食べている美味しい。そぼろ丼美味しいですね。思わず二口目いってしまいましたねそぼろ丼いってスープ。そう、やっぱラーメン食べたくなっちゃうから、ラーメン食べちゃったんですよね。食べちゃったって別に悪いことじゃないんですよいいこと、むしろいいことなんですけど、この動画を見てくださってる皆さんもね、やっぱラーメンの口になっちゃうんじゃないですか。美味しそうに食べるから。バリカツオラーメンっていいのかな。やっぱカツオの、なんだろう、カツオだしな感じなんですかね大丈夫かな、味伝えられてなくて、このお店にご迷惑をおかけしなければいいけどそぼろ丼も、そぼろ丼気になるな。やっぱなんかラーメン屋さん行ったら
セットでね、チャーハンとかつけちゃう、つけるじゃないですか。そぼろ丼ってあんまなくないですか。あ、チャーシュー、はい、ピント合ってません、残念。あ、今いましたね、美味しそう。うん、美味しい。ここからどんどん寒くなりますからね、さらにラーメン食べたくなっちゃいますよね。うん、いやー、またラーメン食べたくなっちゃうな。結構そのなんだろう、人気なんですよね。なんか私も2回ぐらい行ったって言ったんですけど、2回とも確か並んだんですよ。それぐらい人気があるお店で行きたいですね。行きたくなっちゃうな。あ、いい、この食べっぷりですね。今回7回目ですけど、松井さんどんぐらいラーメン屋さん知ってんだろう。言っても浜松市内にもいっぱい美味しいとこありますからね。皆さんもこの美味しい、ここ美味しいよ、おすすめだよみたいなとこあったらね、コメント欄にいただけると松井さんが食べに行くかもしれないですっていう勝手にそういう宣伝をしておきますけど、やっぱいいですよね。細麺、私結構細麺好きなんですけど、やっぱ太麺の方がこうスープがいい感じに絡んで、よりスープも美味しく食べれるっていうか、合ってるかなこれ。でもやっぱ太麺好きな人も結構いますもんね。皆さんはどっち派ですか。いやー、美味しそう、そぼろ丼。いい感じのね、ミニそぼろ丼みたいなサイズ感で、美味しそう、美味しそうしか言ってない。カツオ、カツオだしみたいなスープ、やっぱスープも美味しいからいっぱい飲んじゃいますね。まあでも松井さんいつもあれか、スープと麺をね、いい感じのバランスで食べていくタイプなんだっていうことも前回ナレーションをさせていただいた時にね、気づいたので今回もその感じですね。もうこれ終盤な感じなのかな。やっぱ早いな、これ。ほら、今回もちゃんと10分ぐらいの尺でね、食べてよく噛んでくださいね。あとでちょっと、はい、なんか店員さんと喋ってる、なんか言われたのかな。またスープかけてますね、ご飯に。これいつもお決まりでやるのかな、松井さん。皆さんも結構やるのかな。そぼろ丼にもかけるんですね、チャーハンだけでなく。いやでも絶対美味しいですからね、セットで売ってるってことはやっぱ合うってことだから。うわー、この前やらなかったな、やればよかった。絶対美味しいもん。お、完食かな。お、完食しました。今回もまた綺麗にスープもほぼ食べきりぐらい。ごちそうさま、ごちそうさまでした、じゃないな、ここいつもなんて言ったらいいかわかんない。あ、はい、ごちそうさまでした。なんか松井さん今回ニコニコでしたね。美味しかったんですかね。さあ皆さんもアモーレさん行ってみてください。ということでナレーションは鎌倉彩香でした。